ジェームズ D、ジム・ヘンダーソンは、カナダ連邦、アルバータ州カルガリー出身のプロ野球選手。右ト左ヒだ。現在は、フリーエージェント。グアダラハラパンアメリカン競技大会では、ジミー・ヘンダーソンと表記された。2003年の MLB ドラフト26巡目で、モントリオールエクスポズから指名され、プロ入り。2006年にルール5ドラフトによって、シカゴカブスへ移籍した。 2008年のオフに肩の故障が原因でカブスから解雇された。2009年はミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。2011年オフの9月16日に第39回アイブフワールドカップとグアダラハラパンアメリカン競技大会の野球カナダ代表に選出された。2012年7月26日のワシントンナショナルズ戦で2番手として登板し、 29歳で悲願のメジャーデビューを果たした。新人ながら勝ちパターンで起用され、長身から投げ下ろす速球とスライダーを武器に、イニング数を大きく上回る三振を奪った。2013年1月17日に、第3回 WBC 本戦のカナダ代表が発表され、代表入りした。同年のレギュラーシーズンは5月25日から6月8日まで。 右ハムストリングの針で故障者リストに入ったが、61試合に、登板して5勝5敗28セーブ、防御率2.7075奪三振の成績を上げた。2014年は、開幕は、ロースター入りしたが5月2日に、右肩痛で15日間の故障者リスト入り、7月21日に60日間の故障者リストに、 移行し、シーズンを終えたため14試合の登板にとどまり、2勝1敗の成績であった。2015年も開幕から15日間の故障者リスト入りしたが、リハビリ期間内に回復できず、5月21日に40人枠から外れる形で、トリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスへ配属された。シーズン終了後の11月6日に FA となった。 2015年12月3日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年4月1日、メジャー契約を結んで開幕ロースター入りした。この年は44試合に登板して2勝2敗、防御率4.1140奪三振の成績を残した。 12月1日に40人枠から外れ、翌2日に FA となった。2017年1月27日にカブスとマイナー契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月23日に自由契約となった。前後するが、開幕前の2月8日に第4回 WBC のカナダ代表に選出され、 に大会連続2度目の選出を果たした。ありがとうございます。